本日司会を務めさせていただきますアップリンクの前田と申します。よろしくお願いします。それでは本日のゲストの方々にご入場いただきますので拍手でお迎えくださいませ。この、ドキュメンタリー映画の中でも、触れられております LGBTQ と学校教育、それに音楽の持つパワーについて、本日のゲストの方々に討論していただこうと思います。それでは、おつりさんから自己紹介、それに今日の映画の感想を一言ずつお願いいたします。皆さんこんばんは。ただいまご紹介いただきました、今から、トークをさせていただきますおつりかなこと言います。とりあえず自己紹介ということで、私はですね2003年から2007年の春まで、大阪で大阪府議会議員をしていました。でその4年間の任期の間の2005年8月に、東京レズビアン&ゲイパレードの最初のオープニングで、今日はレズビアンとして歩きますということで、レズビアンである女性同性愛者であるということを、公表して、そして、議員を務めていたということです。で、昨年の夏にはですね、参議院選挙にも、チャレンジをしたりということで、まだまだなかなかLGBTIQ とか LGBTQ とか、性的マイノリティって言いますけれども、見えない、中で、声を上げられる人から、声を上げていこうということで、私は政治の分野で、社会を変えていきたいということで、活動をしています。今回のですね、映画の感想も一言ということなので、皆さんもねご覧になって思ったと思うんですけど、本当に高校生の子たちがむちゃくちゃパワフルだっていうね、なんか自分たちの人生を自分たちでちゃんと切り開いていっているっていう、なんかね私よりもずっと年下の10代の子たちなのに、なんかこの子たちのパワーにまた生きるエネルギーをもらったような、そんなドキュメンタリーではなかったかなと思います。今日はですねアメリカの教育は大体ちょっとドキュメンタリーで紹介があったので、皆さんと一緒にね、じゃあ日本の教育はどんな感じだったのか、これから日本の教育どうしていったらいいんやろみたいなことをお話していきたいと思います。よろしくお願いします。南部ダフミと申します。自分はですね、作曲とかあとキーボードの演奏ですとか、そういう仕事をしつつ、あとクラブイベントを、やったりとかですね、音楽に、関わる、いろんなことをやっております。で、先ほどおつりさんの方がありましたけれども、参議院選挙の、前に、同通時間の方の、キャンペーンソングなんかを作ったりとかしてですね、関わらせていただいて、それからの試験ですね。で今回の、映画なんですけども、なんていうんですかね、まず音楽の面から言うと、名のあるミュージシャンたちが、世間からこう無視されがちな、LGBT に対してですね、チャリティーとして立ち上がってくれて、しかもこう予算のない中で、もう時間も労力もお金も、つぎ込んで、映画と音楽を作ってくれたということに、非常に感謝をしたいと思います。なかなか日本では今の段階ではですね、そこまで、一般の社会でやってくる人がいないというか、やれる状況がなかなか作れていないっていうまだ段階だと思うんですね。まだ10年も20年も遅れちゃってるのかもしれないです。であと、その競技に関してなんですけども、自分はですね、自分も同性愛者なんですけども、気づいたのが大学に入ってからなので、ちょっと高校の時に自分が気づいてたらどれだけ悩んだだろうなと。大学に入ってからでも、これから自分が就職するのか、フリーランスで音楽やるのか、そんなあたりこう悩みつつ生きていく中で、バレちゃった時にどうなっちゃうんだろうっていう不安っていうのはやはりあったんですね。今全然も喋っちゃってますけど、一壁乗り越えられたとは思うんですが、その乗り越える、術だとか情報が、入ってきにくい、まだ学生時代っていうのは、なかなか大変な時期なんじゃないかなと思いますので、今の、状況なんかを、大学生のお二人とこれからお話をしていきたいと思います。よろしくお願いします。